谷口優子は、元札幌テレビ放送アナウンサー。立教大学卒業後、1989年入社。身長162センチメートル。日高五郎のスーパーサンデーの初代アシスタント、1991年10月から2000年9月まで、土産コアイド120、土産コアイド212のキャスターを担当。2002年8月4日の最終回まで、来た。 再発見21のメインキャスター。その他、朝六世ワイドのキャスターや、ラジオ番組、稀勢広氏のときめきワイド内の谷口優子の元気人々のパーソナリティを担当。ちなみに、札幌テレビ放送では2000年に、日本民間放送連盟のラジオ、報道番組部門で優秀賞を受賞している。2005年、第26回。 NNS アナウンス大賞ラジオ部門大賞を受賞。現在は、牧谷口の夕焼けジャーナルや、ナレーションなどを担当。2010年8月23日放送分から、続行。北海道情熱市場という通販コーナー担当で、事実上ドサ産コワイドに復帰していたが、2011年3月28日からの、新体制移行に伴い同番組へ正式に、復帰した。 2013年3月末をもって退社した。ありがとうございます。